校や仕事に行き、そしてただいまと無事に帰ってくること、その一つ一つが幸せだなと感じます。このフォーラムは今月25日からの犯罪被害者週間を前に、被害者も加害者も出さない街づくりをしようと、県や被害者支援ネットワークサガボイスなどが開いたものです。今日は2016年に福岡県で当時小学1年生だった娘を交通事故で亡くした池田香織さんが、自身の経験を通して感じた思いを語りました。普通だったら多分もっとこう被害者でも辛いとか、こう加害者が憎いとか、なんかそういうのがこう多分すごくあるのかなと思うんですけど、それで気づかせてもらったことっていうのが本当たくさんあって、それを伝えたい。池田さんは二次被害を受けないよう相手の立場になって言葉を選んでほしい、相手のそばにいるだけでも十分支援につながるなど、被害者支援についての思いを訴えていました。